上野に来ました。私は、国立博物館と東京都美術館に行くのが好きなんですけど、今日ははしごしようかなと思ってきました。暑っ。今日10月なんですけどね、もうめちゃくちゃ暑いんですけど私今日ロです、はい。なんか9月いっぱいぐらいまでいつも結構ロー着るんですけど、そろそろいい加減10月だししまおうかなと思ったら急にまた暑くて、台風が過ぎ去ったら涼しくなることを願ってます。じゃん、はい、上野の花園神社です。お稲荷さんですね。なんかお稲荷さん、狐さん自体を神様だと思ってる人がたまにいるんですけど、狐さんは神様ではなくて眷属です。神様の使いです。ここね、鳥居がすごいたくさんあるから外国の人にすごい人気だよね。ここ面白いスポットがもう一つあって、穴稲荷、眩しい、ここじゃん、穴稲荷と呼ばれているところなんですけど、狐が昔住んでいたとされる洞穴が残っている場所です。ちょっと怪しくってね、なんか中にろうそくともてたりする時間が本当に怖い、肝試しみたいな感じです。コートールド美術館展、すごく良かったです。なんかね、他の美術館の展示と違うなって思ったのが、コートールド美術館という美術館の内装のイメージができるような空間演出がすごく多くて、なんか私たちって絵画をなんかこうありがたいものかのように崇めてしまう傾向が強いじゃないですか。日本人で特にそうだと思うんですよね。絵画を家に飾る習慣があまりない人が多いと思うので、余計に非日常で想像しにくいのがあるんですけど、なんかこの絵を飾ったらどうなるのかみたいなところまで再現されていて、すごくなんかそれが良かったなって好感が持てました。博物館の建物も、あ、眩しい。建物見えましたか？建物も素晴らしいのですが、何が一番素晴らしいって、ガラスが見やすい、反射が少ないあのガラスってすっごい高いんですよ。なのでもう国立博物館にしかおそらく使えないであろう予算を投入された最高の設備、見やすいです。というわけで私は今日はラブアジア展というのを見に来たんですが、やってんだかやってないんだかよくわかんないどうしようとりあえず見てきます。じゃあ行ってきます。来ました。すごい面白かった。ラブアジア展は、東洋館という建物の中で、本館じゃない建物でやっていたので、見たい人は注意。あれね、インドの仏像ってすごく彫りが深くてかっこいいですね。結構やっぱね、仏教系の展示品が多かったのですけども、国によって顔が違うみたいな差が見比べられてすごく面白かったです。どうしようかな、私は上の近辺はレトロなコーヒーショップが多いので、ちょっと喫茶店に寄って帰ろうかなと思います。じゃあまたね。